おい。道端で歩きながら物を食べるとは、子供かお前は。それ以上どう子供になるというのだ。すでにそのものだろう。まあいい。それよりこの時間はご奉仕の手伝いをしているはずでは。で、買い食いか。私はすでに今日なすべき奉仕を終えているからな。今から家に帰るところだ。私はもう行く。その辺にゴミなど捨てないように。待ってたよ。引き換えに来るの。まあね。だって私おまじないしてあげたでしょ。それよりもさ、はるちゃんのこと聞かせてよ。そうだけど、細かいことにいちいちうるさいな。
さっきは細かいの持ってなくて万札なんて出したくせにさ。そんなだから都会生活に疲れたなんて顔してこういう田舎のそれも駄菓子屋なんかになんか癒されたななんて気分になりに来たりするのよ。周りのことなんてこれっぽっちも考えないでさ。そういうのってさ、いい迷惑だよ大人のくせに。別にたかだか50円のアイスの当たりをわざわざ引き換えに来るようなせっこい大人なんか客だと思ってないし。あーうるさい、大人は帰ってよ。もうご苦労様。見たところ今日は忙しいところもないようだし、奉仕の方は今日はもういいだろう。いいとも、久しぶりの故郷なんだし、少し君も羽を伸ばしたいだろう。童心に帰ってその辺を散策するのもいい気分転換になると思うしね。その辺が気にならないのであれば奉仕を手伝うのもいいだろうけどね。何、慣れてきた頃だしそろそろ疲れてるんじゃないかなと思ってね。さて、それじゃあ私はまた山歩きでもしてくるかな。
出発進行。どこって？2台。昔の家見に行こうとしてるんでしょ？あの木の近くの渡辺さんが引っ越した。出るよ。あの時にはわからないんだ。すっかり日が暮れちゃったじゃないよ。育てられた覚えもない。ほら、無駄口叩いてる間に、こげーこげー。情けないよ、これくらいでへばっちゃってさ。やだ、怒んないでよ。マトキはもっとすごいはずだってこと。ほら、もう一頑張りだよ。はい、頑張。一、二、一、二。
OK。こっから歩くね。この距離が絶妙なんですよ。私ね、ここの前通るの嫌いだった。ここだけじゃないよ。いっぱいそういう場所がある。今日は元気がいたから来られたんだもん。元気がここにこうして立ってるとすごくいい。ここね、今はリチャードさんって人が住んでるの。カナダ人だったかな。ミアーイヌ自然を調査しに来て気に入ってあまり住んじゃったっていうちょっと変わった人。日本人の奥さんとちっちゃい男の子がいるんだよ。久しぶりの我が家を見た感想は？帰ろ。
私はヒサネです。はい、そうですよ、私はヒサネです。キサナの予言が当たったものですから。いえ、しません。だから少し。引いてあるんだ。自分で大声上げながら障子開けたくせに変なの。他の部屋は全部知ってるから覗くところがなかったんだけど、元木の部屋は分かんないしね。楽しいです。あんまり楽しくない。楽しくないです。花にはいろいろ教わっていますから。箸の持ち方とか。私はしっかりしてますよ。キサナがしっかりしてますもん。そうだよ、しっかり姉妹で有名なんだからね、私たち。
模範見本ですか。対局。私もお手伝いした方がいいのでしょうか。見えなかったはずなのに、すごいです。神話ですね。しますか。はい、そうです、きっと喜ぶよって。家の中なら迷わないです。ヒサナも行ってしまったので、もう少しお話ししてもよろしいでしょうか。私のこと好きですか？違うんですか？これは前に夏希さんに聞いたことがあるお話なのですが、あと今日キサナにも言われたことなのですが、男の人が私の前で男だぞって振る舞うのは、その人が私のことを好きだからだよって二人がよく言うんです。だから元木さんもそうなのかと思って。お話は言葉なので、目に見えたらすごいです。
だぞです。昼間のです。私のこと好きですか？答えてください、元木さん。ダメー！夏はまだ始まったばかりだよ。だから焦って結論出したつまんないよ。それに、キサネはまだ男の人のこと好きになったことないんだから、そういうこと聞いちゃダメだよ。私には、人を好きになるっていう気持ちが、つまり恋をするってことがわからないんです。好きだって言われることはよくあるんですけど、その気持ちがわからないから、いつもどう答えていいかわからないし、だからもし元木さんがそれを知っているのなら、私教えてほしいんです。教えてください。元気に教えられるのかな。ダメでしょうか。ありがとうございます。今だ！退却！でしゅー。